ああ、グダさん、マイクって、マイク大将です。ところであのね、またあいつが変なこと言ってんなと思って、ああ、ところであのマイク、ありますね。ところであのマイク、ところであのマイク大将、君は今回何をしましたか？またありえない、また、はったりを言っちゃいましたね。マイク、ところであのマイク、お前はなんでそこまでお前は心がクズだ。マジで。なんか飽きてましたね。そうですね。マイクは朝倉未来に弱いって言ってた。それについてね、今回言いたいなと思ってね。はい。名前が漫画だから、あいつの生き方も、人生も漫画。人生が全て、はったりできたやつだから。で、今回俺はね、なんでこれを言ったか、題名にしたか。こんだけ頑張って、リングで上がった人間に対して、よくあんなコメント書けるな。あいつのツイッター、そういうので、ね、送られてきたんですよね。よくあんなこと書けないガキやってね、本当に。勝負ごとにはさ、勝ちもありさ、負けもあるよ。それは格闘技の世界だよ。誰も負けようとしてリングに上がってねえよ。それにとってあいつは何をした？悪口配信じゃなく、送り配信じゃなく、ただ本当にこいつは人間としてクズだなって。これ本当正真正銘の人間でしょ。終わってるやつだと思ってね。あいつのツイッターで、まあ、朝倉選手は負けましたことを言って、まあ、弱いなの、なんかそんなこと言ったりね。それで俺がブレイクダウンを出てやったのに、まあ、裏でいろいろあって、まあ、今回は何？俺が負けて、俺が弱いとか言って、とか、朝倉選手をやってるとか、わけわかんない、またツイッター入れて。よくあのレベルで言えるよな。後ろ向いちゃったレベルで。マジでこのあの野郎、ほんとやってやれて、もう俺が成敗してるかと、ほんと思って、あいつのそのコメント見て。人間として、そのクズのことをね、まあ俺も配信者だからね、まあ、悪口じゃない。俺が思った、これ思った、響いたことをね、やっぱ見てる人たちに言いたいなと思ってね。伝えたいなと思って。あ、差し歯はこっち折っちゃったけど、今、次が日曜日が3回目、4回目で、ここ入りますね。それまでね、この歯を楽しんでください。いい。でもこれは皆さん、こうって言ってないですよ。まあ、呆れてるっていうか、これもう人間ですよ。もう本当にどうしようもないやつだなって。もう人間としての本当にあれはクズだ。